じゃん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 って言いながらそのどんどん入れてくださるお母さんの勢いに負けたって。エグザイル高弘さんがダムチャンネルに遊びに来てくれました。一問一答では高弘さんの意外な一面が見えちゃうかも。だいたい当たってます。すごー。高弘さんの弱点は。ダムチャンネルをご覧の皆さん、エグザイル高弘です。ソロ活動10周年を迎えられたということで、はいはい、その中でも忘れられない思い出とかってありますか？なんか僕個人的に結構スランプ時期というか、うん、こう気持ちよく歌を歌えてるその感覚がない時期がすごく続いたので。そうなんですか。まあ、その中で初めて開催した、はい、あの高弘道の駅という、はい、あのファンクラブイベントがあったんですけど、まあ、それで全国47都道府県、はい、あの全部回ることができて、すごくなんかそれが転機となって、なんかその中で本当にファンの皆さんにこう支えてもらいながら音楽と歌となんかこう向き合うことができて、はい、そこからすごく楽しめるようになったので、本当にあのイベントが、まあ、僕にとっては一番こう忘れられない出来事になったかなと思います。まあ、各地でいろんな美味しいものも食べたりとか。いいですね。そうなんですよ。なかなか47都道府県って、うん、行ったことないです、ね、なんかこう回れないじゃないですか、はい、でもこれを機に、まあ、公私混同してたんですけど大事ですよ、楽しむこと、はい、ちなみに一番美味しかったのって何でした？いやもう本当に何でももう本当各地で美味しいものあったんですけど、はい、岩手のわんこそば。わんこそばどのぐらい行きました？初めてやったんですけど、はい、ライブ前だったんで。ライブ前に？前に前に行ったんですか？そうなんです、公演前に。えランチで行ってランチで。そうちょっとあんまり行きすぎるとライブにちょっと影響するかなと思いつつも、ね、やっぱりその男性は、まあ、少なからず100以上は行かないとって言われて、でも気合入れて食べたんで103ぐらいでしたかね。わすごい。でその僕100で止めたかったんですよ、はい、ただじゃん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 って言いながらあのなんか蓋をすると、はい、いやギブアップじゃないですか、終わりみたいな、うん、なんかこう印らしいんですけど、蓋する余裕がないぐらいこうパッパパッパ入れれるんで、そのおこぼれ3杯はそのどんどん入れてくださるお母さんの勢いに負けたって、はい、なるほど。ここで実は今回、はい、高弘さんにまつわるある噂を仕入れてきました。噂はい、記憶力の良さがすごいです。ファンとの撮影会でファン一人一人の座席の場所やあだ名 SNS アカウントなどを覚えていました、うん、あーそうですね。え、そんなに覚えれるもんですか？いやなんか僕目も良くて、はあ、右が 2.0、はい、左が 1.5 なんですけど。あすごいいいですね、目。そうなんです。で、あの客席も、まあ、ドームだったりとかでも結構見えるんですよ僕。へー。あのスタンド席まで見えたりするんで、はい、なんか覚えちゃってて、でその後にあの、まあ、見送りというか、はい、会うタイミングでなんかこうファンの皆さんとお会いした時に、あれ見たことあるなって、ほう、あの辺に座ってましたよねっていうのをなんかこう言っちゃうんですけど、大体当たってます。当たってますし。すごっ。もともと記憶力はいいんですか？記憶力いいのかな、あんまり人の名前とか覚えられないんですけど、ただなんかそういうファンの皆さんに関しては、まあ、例えばあの SNS だったりとかも、はい、DM で例えば写真がついてたりとか、はいはいはい、今日ライブ行きますで髪型とかも覚えちゃって、あれ今日コメントしてくれたよねみたいな。うわ。で向こうもなんかちょっとムキになって、えでもそれ適当に言ってるんじゃないですか、ね、あの試してくるんですよ。試してくるんですか？アカウント名わかりますみたいな、はい、ズバリ言ってたんですよ。すごい。したらそっからあの多分言い当てられると思ってなかったんでしょうね、うん、顔が真っ赤になって喋れなくなったあの書道だったり絵を描くのもすごくお上手じゃないですか？まあ、上手かはあれですけど好きですね。自分の作品でもこれお気に入りだなっていうのあるんですか？そうですね、一番のお気に入りは実家で飼ってる愛犬 の絵を大昔描いた、あこれですね、描いたんですけど。これかわいい。ダックスですか？ダックスです。いや初めて犬描いたんですけど、それにしてはまあよくできたなと思って。だって毛質まで表現されてるじゃないですか、このふわふわな感じ。毛質って
表現できるんだって思って。書いてみて分かったんですか？それそうなんです、そうなんです。習ったりしたわけでもなく。習ったことないんですよ僕、趣味で書いてるんですけど、もうこれでこれを機に犬描くのがすっごい楽しくなっちゃって、はい、その後ゴールデンレトリバー描いてみたりとか、大型犬もプードル描いてみたりとか。プードルとかめっちゃ難しそうじゃないですか？プードル結構難しかったですね。高弘さんの描いた犬図鑑みたいなのを描いたいです。あ、犬図鑑、なるほど。私もワンちゃん大好きなんで。あ、そうなんですか。飼われてないんですか？飼ってます。あ、本当ですか？実家でプードル飼ってて。あ、じゃあ描かせていただきます。ダムガチャ。それではダムガチャを引いて出たお題にチャレンジしていただきます。はい、ガチャガチャってなんかやっちゃいますよね。嬉しいですよね、回すだけじゃなくて。そう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 、そうなんです。 EXILE 高弘のファストクエスチョン。わーい。こちらは一問一答で質問に答えてもらう企画です。はい、問題は全部で7問です。7問。さあ、それでは早速質問していきたいと思います。はい、旅行するならどこへ行きたい？ハワイ。今書きたい文字は？健康の健。生まれ変わったら何になりたい？鳥。音楽と同じくらい好きなものは？バイク。最近食べた美味しかったものは？ところてん。高弘さんの弱点は？脇腹。ラストの質問です。カラオケで絶対に歌うお箱歌を教えて。羽2分の1。成功、成功じゃないですか。あ、終了です。まあ、成功失敗じゃないです。成功も失敗もない。はい、終了です。最近食べて美味しかったものをところてんですか？この間スーパーでたまたまところてん見つけて、ちょっとなんていうんですか、ちょっとだけ高そうな。なるほど、ちょっといいところで。いいところの、なんか和紙みたいなのに入った。はあ。なんか良さげ。見て、明日久しぶり食べてみようかなと思って、食べてみたら美味しいんですね、あれ。ところてんってあれどっちですか？なんかあんみつみたいなのとお酢のやつがあるじゃないですか。ああ、僕はお酢の方ですね。お酢の方だ。サンバイズと今黒酢とかもあったりまして、はい、両方食べたんですけど、まあ、両方好きだったんですけど、まあ、そこにちょっとこう刻み海苔と、はい、入りごまと、僕はとろろ昆布少し乗っけて。最高。食べたら美味しかったですね。いいんですよ、夏最高です。最高ですね。はい。さあ、そして高弘さんの弱点は脇腹。脇腹は一生くすぐったいですねやっぱ弱点ですか？弱点です。もう弱点だと分かった瞬間にもう娘からずっと永遠に脇腹こしぐられる娘さんにもバレちゃったんですか？それだけは我慢できないですねゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース、ニューアルバムエクスプロールは、約6年ぶりとなるニューアルバムになっております。こちら今の僕の全てが詰まったアルバムになっていると言っても過言ではありません。これまでの歴史とこれからの可能性を感じていただける作品になっていると思います。ぜひチェックお願いします。エグザイル高弘さんの今歌いたい曲は？今歌いたい曲はグレイさんの戸惑いです。この楽曲は僕の青春の曲でもあり、夏の甘酸っぱい最高な楽曲になっております。皆さんもぜひカラオケで歌ってみてください。ダムチャンネル、ぜひとも。カラオケダムでは15秒でカラオケセットリストを作る企画でまさかの展開に。全部全部あ、全部全部。あ、なるほど。豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。